だけど、ルーシーの態度は良くないわ。彼女こう言ってるのよ。彼、なぜ小さなヘンテコピアノを弾くのかしら。私、うんざりだわって。ところで、どうしていつもその小さなヘンテコピアノを弾いてるの？ここで何してるのよ。さあね。多分、音楽が好きなのよ。ベートーベンが好きなの？え？ここに来るならベートーベンを好きにならなきゃね。わかったわ。じゃあ虫眼鏡を持ってくるわ。おバカさんね、あなた。